私インタビューだ、インタビューの他のチームのインタビューみたいなさ全然実ぐらいに聞かれた時やったやったあれね、甲子園のその私が配信つめつめの最終日の次の日なのよ、ガチで夕方から配信し、めっちゃくちゃ配信した時のちょっと寝て起きて、そうでめっちゃきつくてインタビューしますって言って、で起きれんくて起きれんくて、で最後に回してもらって、でいやすいませんでしたって言って、すいません遅れましたみたいなそうでもうほんと寝起きでごめんねもうやっちゃってすいませんっつって、で、あ、大丈夫です、大丈夫ですって言って、で、もう寝起きやから、ちょっと他のチーム、で、もう爪爪でさ、もう、あんま見れてなかったのよ、最後の方の捨てとかを。で、他のチームどんな感じなんですかねって言って、で、まあ、クザンとかまあ、足速くて、みたいな。で、チョモランマは威圧感が2枚あって、みたいな、前本と葉山と、みたいな感じで、そこまで聞いて、で、次、コーバスは、まあ、結構辛い感じで、でも投手、まあ、融合あるんですけど、みたいな本戦は、まあ、そんな感じですかねみたいな。結構辛いかもしれませんねみたいな感じで、そう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 、いろいろあって、みたいな。負けちゃって、みたいな感じで聞いて、最終のステを。で、ああ、でさ、そんな感じかって思って、で、いや、もう全然仲良かったら、もう煽っていただいて、みたいな。感じでなって、でなんかでもこうそこまで煽るのもなと思って、そこまでするつもりなかったんよそこまでするつもりなかった。でまあクザにはまあ打撃なんか勝つぞみたいな、打撃強くせんかって大丈夫か勝つぞみたいな感じで全部まあそんな感じでいこうと思って、でそうなったらなんかニュイのまあまあそうなったらなんかニュイの時に前本の威圧感までその聞いたことを言ったのよ威圧感だけどみたいな、うちは投手いっぱいおるからみたいな。でその後が何も出なくてそう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 寝起きやし何も出なくて、あ、え、他なんだみたいなそうな、もうマジで何も出なかったのよ、本当に。本当寝起きもあったし、もう忙しいもあったから、他なんかある。でそのカットできると思ってたから、でその 聞くことできてたからさ、そのインタビュー前にちゃちゃちゃそうだから、え、なんかありましたっけみたいな、スタッフに聞く感じでさそうだって動画じゃん、動画だからさ、ナチュラルでさ、え、他ってなんかありましたっけみたいな感じの、聞く感じのやつだったのよそうそうなので、そう、葛藤ありきの、え、でも私大丈夫なのみたいな煽ってくね。そしてチョモランマ、チョモランマはね、まあ前本葉山の威圧感でしたっけ、威圧感うーん、まあうちの投手下ろしても全然強いんでね、どうなんすかね。あとなんかあと何が強いんだろうなまあでも勝てますよチョモランマにはね、胸邪魔なんじゃないチョモランマ、走れないよそんなんじゃ、走りが遅いんじゃないかなちょっとそう、それであってね、コーバスもね、そのイブラヒムがうまいこと言ってないっていうのはその監督ディスコとかで知ってたから、でここで煽るのもやっぱイブラヒムにはやっぱ可愛いからさ、イブラヒムは可愛い弟みたいな、ムンブロでねだからガチで煽っても
もいいですよみたいな感じで言われてたんだけど、さすがに煽るのはなみたいな感じでいつもだったいつもの感じだったらね言っちゃってたかもしれんけどな。そうで普通に頑張れって言って応援してるぞって言ってたんだけど、まさかのこれ以上の煽りはないっすねみたいな、いっちゃん最大の煽りになってた。ちゃうかった、あれちょっと間違えたわ。イブラヒムのコーバスね、コーバス頑張れ、応援してますこれが一番の煽りか、絶対優勝あれ間違えてたな。いやヘラヘラは治らんのよいつも真面目にできるわけで、もうこれ真面目にやってあれなよ。やばさかったな、めっちゃ笑ってたもんね、めちゃくちゃもう煽りますねみたいな、前もとって展開時がいやそんなことないのにって思っていやでも逆におもろかった、なんかなんやろ、ギャグ漫画みたいななんか勘違いギャグ漫画みたいなさ、なんなんだこれってなってたわ。そんなそんなそんなつもりないのにって